世界で一番偉いのは人？オルタナ？それとも…あ、キャプテンのお兄ちゃん。私はヒイラギつむぎ。今ね、夢の国からやってきたの。つまり、お昼寝から起きたってこと。もう、言わなくてもわかったよね。あはん。ところで、この世界で一番偉い生き物って何だと思う？人は喧嘩ばっかりするし、オルタナも変わらないよね。だから私が一番って思うのは、猫だよ！何びっくりしてるの？そう、猫！猫ちゃん！猫は本当にすごいよね。とっても頭いいの。知らんぷりして屋根でぐーぐー昼寝してるもん。とにかく猫は可愛いんだよ。だからその、私大好き。それだけ。にゃん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 。あのね、ちょっと考え事してたの。猫もよくこういうところに座って考えてるでしょ？だから真似してみようかなって。まずね、学園のこと考えてたよ。もっと猫の遊び場が増えるといいなって。これは大切だよね。もっと砂場を増やしたり、猫タワーを建てたらきっと。そんなことを考えてたらね、うとうと寝ちゃったの。その前はね、ツナサンドのことを考えてたの。ツナサンド、美味しいよね。三つ入りのミックス買うと、いつも一番先に食べちゃうんだ。ツナだけでも美味しいのに、マヨネーズも入れようなんて、誰が考えたんだろう。すごーい。玉ねぎもシャクシャクしてて、いいよね。あれ食べると私、猫みたく丸くなっちゃうの。そんなことを考えてたらね、うとうと寝ちゃったの。他にもいろいろ考えてたよ。猫の尻尾にそっくりなもこもこ畑のこととか。なんでわかったの？
して貸してくれなかったよ。代わりに舐めてくれたから元気出たけど。他にはね、あ、こんなのもあるよ。猫をかぶる。え？かわいこぶる？猫はそんなことしてないもん。本当にかわいいの。嘘じゃないよ。ところで、お兄ちゃんも猫をかぶったことってある？私はね、たまにかぶるよ。そうじゃなくて、頭に本当に猫をかぶるの。帽子みたいに乗せるんだけど、結構重くて。中にはそのまま寝ちゃう子もいるの。起こすのもかわいそうだから我慢するんだけど。あ、それからこんなことわざもあるよ。猫の首に鈴をつける。猫の首に鈴。難しいよね。一度つけようとしたら逃げられちゃって。とっても似合いそうな鈴だったのに、可愛く見えなかったのかな。あの時は悲しくて。本当にそう思う？なら、お兄ちゃんの首に鈴つけてもいい？しばらくそうしようっと。
ちはこの公園でやらなきゃいけないことがあるの。それは、かわいいニャンニャンズをたくさんおいでおいでして、さわさわモフモフしまくること。だから、猫の頭を撫でたいって言ってるの。だけど、探しても全然いないね。こうなったら、秘密のあれを使うしか。お兄ちゃん、うまいにゃーささみ味、出して。うまいにゃー持ってない?猫か、猫か。猫はあれ大好きで、すぐ寄ってくるから。そう、こんな風に。にゃんにゃん。にゃんにゃん、にゃんにゃんにゃん、にゃん。なんで私だけしかやってないの？見てないで、お兄ちゃんもポーズするの。あ、お兄ちゃんだ。お兄ちゃんも遊びに来たの？ほら、あれ見てたの。クレーンゲームって言うんだよ。自分でやらなくてもすっごく面白いんだよ。こう、じーっと見てるとね、上がったり下がったりするの。ぬいぐるみをつかんだりつかめなかったりするんだよ。で、たまに出口で引っかかってそのままうまく転がったり元に戻っちゃったりするの。それでね、それでね。じゃあやってみて。今遊ぶ人いなくなっちゃってつまらなかったんだ。ねえねえお兄ちゃん、早く早く。ううん、いいの。私見てるのが好きなの。やってやってやって。
猫役やるの。にゃお兄ちゃんじゃなきゃ嫌なの。だってお兄ちゃんだし。それともお兄ちゃんが猫役やる？それでも猫の気持ちわかるかも。まずはそこの猫用おもちゃで遊んで、私の前でブンブン振るの。どんな風に振ると楽しいか調べなきゃ。それじゃあ、はい、はじめ。にゃんにゃんにゃん。にゃんにゃんにゃん。ふにゃー！出せ！出して！出すの！ふにゃー！おー、最後はおもちゃを捕まえられた方が嬉しいんだね。猫の気持ち一つ分かったかも。じゃあ次の遊び。はい、くるっと。今度はモフモフして。爪を立てないよう優しくね。毛づくろいも。で、その後は。まずは首に綱をつけて。